スポーツの世界において応援される人と応援されない人の違い、それは何だと思いますか？実力でしょうか？それとも可愛いルックスでしょうか？それとも面白いキャラクターでしょうか？あの人仕事はできるけどあんまり好きになれないんだよね。実力はあるけどあんまり好きになれないんだよね。話は面白いんだけどあんまり好きになれないんだよね。そんな声はプロ野球の世界だけでなく日常生活においても聞こえてきます。プロ野球や芸能界において活躍する人、応援される人、愛される人、信頼される人というのはみんな共通してある特性を持っているそうです。例えばテレビで毒舌キャラ、プレイゴーキャラとして活躍している芸人さんでも意外と丸々な側面を持っていると言います。さてそれは何でしょうか？それは礼儀です。今回その典型として捉える大谷翔平選手は二刀流としても大ブレイクしましたが、それに加えて礼儀正しさがメジャーの中でもズバ抜けて高かったからこそあそこまでのスーパースターになったんじゃないかなと思います。おそらく日本人にとっては当たり前だよね、礼儀を大切にしないとダメだよねと思われるようなことをメジャーの世界でも当たり前のように行動し続けたことで、ここまでたくさんの外国人が大谷ファンになって世界中を沸かし続けているんだと思います。プロの野球選手であれば実力があるのは当然です。実力がある選手たちの中でも試合に出て活躍しファンからも愛される選手というのはほんの一握りです。そこにはとっても些細な礼儀があるように思います。礼儀があるからこそ試合に出してもらえます。礼儀があるからこそチームメイトからも愛されます。礼儀があるからこそファンからも愛されます。礼儀があるからこそ多少のブレイクも可愛く思えてきます。礼儀とは他者への思いやりであり、他者への敬意や感謝を表す精神こそが形となって現れるものです。大谷選手が持つ礼儀、思いやりの心こそがメジャーのチームメイトやファン、さらには相手チームの選手の心を掴んでいるのだと思います。チームの愛されキャラとしても知られる大谷選手ですが、グラウンドの内外問わずふとした瞬間に垣間見える礼儀正しさ、周囲への気遣いは現地でたびたび取り上げられ、その度に称賛の声を浴びています。本動画ではそんな愛すべき大谷選手の人間性について礼儀という側面を取り上げていきたいと思います。どのような場面で大谷選手の礼儀が注目されたか、礼儀正しさが時にタブー視されかねないメジャーリーグという環境について、また大谷選手の人間性を築いたご両親の教育や高校時代のエピソードについて、これらを交えながら大谷選手の素晴らしい礼儀について解説していきたいと思います。この動画を最後まで見てくれた方はぜひコメントをお願いします。さてあなたが思う大谷選手の素晴らしいところはどこですか？このチャンネルでは大谷選手の魅力をもっと世の中の人に知ってほしい、そんな気持ちでこの動画を作っているので、あなたのコメントでこの動画のコメント欄を盛り上げていただけると幸いです。ロサンゼルスエンゼルス大谷翔平選手、彼は今や日本を飛び出しメジャーリーグでも大活躍中です。世界が認めるスーパースター、特に2021年シーズンはその二刀流の凄みをシーズン通して見せつけ、記憶にも記録にも残るキャリアハイの1年となりました。投げては23試合に先発し防御率は 3.18、 2桁勝利まであと少しとなるチームトップの9勝を挙げます。打ってはシーズン通して登板日以外はほぼフル稼働でメジャー自己最多となる155試合に出場します。打点はきっちり100に乗せ、得点も100を超え、そしてホームランの数は46本、最後の最後まであの世界最高峰の舞台でホームラン王争いを繰り広げました。このかつて類を見ない素晴らしい活躍には全米の野球ファンが大谷選手を応援してくれました。他球団のファンからもクレイジーだ、ホームラン王を取ってくれという声が上がるなど、その華々しいプレーは今や国境を越えて全世界の注目の的となっています。来季のシーズン終了後にエンゼルスとの契約が切れるのですが、来季のシーズンが始まる前から彼の今後の去就に注目が集まっています。おそらくメジャーリーグ30球団全ての球団が取れることなら大谷選手を獲得したいと思っているほど彼のことが欲しくて欲しくてたまらないんじゃないかなと思います。噂によると来季の FA では年俸40億ぐらいの大型契約を結ぶのではないかと言われています。またアメリカの経済誌フォーブスでは野球史上初の二刀流でオールスターに選出された大谷には日本とアメリカ2つの大陸の市場に等しい、リーグ最高の広告スポンサー契約料を契約していると伝えています。
野球界で最も市場価値があるスターとなった大谷選手は現在、日本のアシックス、ジャル、セイコー、デサントなどに加えて、アメリカのファナティクス、オークリー、トップスといった日米の大企業と契約を結んでいます。フォーブズによれば、少なくとも年間600万ドル、約6億6000万円相当の広告スポンサー契約料で、それはメジャー最高額だといいます。日米の野球界だけでなく、日米の世界的な企業から、ぜひうちの看板広告となってほしい、と依頼され応援されるほど、彼の人気ぶりは凄まじいものがあるのです。さてここからは、彼の人気がなぜこれほどまでに高まったのか、大谷選手がメジャーで称賛された行動を見ていきたいと思います。大谷選手がメジャーで称賛された行動、その1、審判への配慮。野球の試合の進行に欠かせない人物、それは審判です。審判に敬意を欠いた行動を取れば退場させられてしまうのがプロの世界。プロフェッショナルと名高いイチロー選手でもストライクゾーンの判定に強く異議を唱え退場処分を受けたことがあります。大谷選手はそんな審判への礼儀を大切にしており、審判への敬意を払っているのが見ていてわかります。各球場での審判さんと大谷選手の関係性があまりに素敵だと注目を浴びているのです。例えば打席に入る前や出塁した後、大谷選手はヘルメットに手を添えて審判に向かってそっとお辞儀をします。これは日本の学生野球ではマナーとして教わることが多いですが、プロに入ればやらない人がほとんどです。大谷選手はそれをやらされていると思うのではなく、審判に判定してもらうことに心から敬意を持ち続けていることがわかります。それ以外にも、投手としてマウンドに立てば、球審から新しいボールをもらうときは帽子を取る、自分の打ったファールチップが主審に当たった際は心配して確認するような仕草を見せたりしますなど、審判に対しても気遣いを忘れない姿勢を見せ、試合中にもかかわらずボディタッチを交わしたり仲良く談笑する姿はたびたび報道されています。これには審判も、今やスーパースターとなった大谷選手と話せるのが光栄と言わんばかりに満面の笑みで談笑しています。試合の実況解説も、おお、これは傑作だ、これは素晴らしいなど、たびたび大谷選手の姿勢を絶賛しました。ファンもそんな大谷選手に、誰もが翔平を愛している、審判すらも球界で最もエキサイティングな選手に敬意を払っていると声援を送っています。大谷選手がメジャーで称賛された行動、その2、デッドボール後の仕草。野手として出場した2021年9月16日のホワイトソックス戦、大谷選手が打席に入った際は体の近くに何度も投球が来た挙句、最終的には足にデッドボールを受けてしまいました。これを故意死球とみなした審判は、相手投手と監督を退場させるという事態になりました。故意にデッドボールを当ててきたと思えるような場面なので、普通なら怒ってもいい場面、怒ってもおかしくない場面ですが、大谷選手の対応は違いました。いつも通り冷静に一塁へ向かうと、審判団と揉めている相手監督を横目に、なんと怒るでもなく相手のファーストと談笑し始めたのです。これには、彼には怒りの感情がないのだろうかと解説も目を丸くしていました。多くの他のメジャーリーガーなら乱闘になってもおかしくはない場面でしたが、大谷選手は笑って談笑していました。また投手として出場して相手バッターにデッドボールを当てた際は、わざわざ謝りに行き、ソーリーと声をかけたこともあります。この謝罪行為は、実はこれまでのメジャーリーグではありえない光景でした。ファンも SNS を通じて、ありえない、いい人すぎると絶賛の声を上げました。次に、大谷選手がメジャーで称賛された行動、その3、打球がピッチャーへ当たった後の対応。2021年6月12日、ダイヤモンドバックス戦の第3打席、大谷選手の放った打球は175キロの弾丸ライナー、相手投手のケリー選手を直撃します。その瞬間、誰もがヒヤッとしましたが、一番驚いたのは打った本人だったかもしれません。ライナーを放った直後、あっと相手を本気で心配する声を上げます。そして一塁へ走って向かう間も、一度投手を見て様子を確認。さらに一塁を駆け抜けた瞬間、アウトになったことなどどうでもいいという顔ですぐさまピッチャーの方を振り返り、心配するような顔で見つめたのです。結局ライナー直撃も幸い大事には至らず、ケリー選手はその後も登板を続けました。この行為はメディアでも、彼の生まれ持った優しさだと称賛されました。ですが、実はこの一連のシーン、隠されたドラマがあったのをご存知でしょうか。それは一つ前の打席でのこと。
大谷選手は鋭い自打球が足に直撃し、足を引きずっていたのですが、それを見たケリー選手は時間稼ぎのために一塁牽制を入れてくれたのです。心優しい2人の投手が生んだ2打席連続の素敵なシーンでした。その他にも、折れた相手選手のバットをわざわざ渡しに行く、フォアボールの際はバットを丁寧に地面に置き、バットボーイにも優しく手渡し、粘着物質検査では明らかに不健そうな態度を取る選手もいる中で、嫌な顔を一つ見せず笑顔で対応するなど、すっかり見慣れた光景とはいえ、メジャーリーグでは珍しい振る舞いにほっこりする人も多く、その謙虚で誰からも愛される姿は成績以上に大谷選手の魅力となっているでしょう。次に、メジャーでそれが称賛される理由。このように今見てきた行為は、日本的な感性からすれば礼儀正しいのは当たり前、確かに素晴らしいけど毎回そこまで絶賛しなくてもと思う方もいるかもしれません。しかし、大谷選手が戦うメジャーリーグという環境下では、これはとても珍しいことなんです。ここで一つ質問です。メジャーリーグにおけるアンリトンルールというものをご存知でしょうか。これは日本語に訳すと暗黙の了解とも呼ばれ、長い歴史をかけて形成されたルールブックには明示されていないルールです。例えば例を挙げると、大差で勝っているチームは盗塁をしてはいけない、ピッチャーの完全試合やノーヒットノーランが継続中にバントヒットを狙ってはいけない、打者を抑えた時、ホームランを打った時は派手なガッツポーズをしてはいけない、ホームランを打った時はゆっくり走ってはいけない、連続ホームランの直後の打者は初球を打ってはいけないなど、これは特に試合をしている相手を不快にさせないためであったり、大差で負けているチームの士気をこれ以上落とさせるようにしないための紳士的な暗黙のルールだったりするわけです。また、すでに勝敗が決定している試合で記録がむやみに作られるのを避けるためだと言われています。そしてそのアンリトンルールで今回取り上げたいのが、ピッチャーを士気をぶつけても謝ってはならないというものです。これは真剣勝負をしてデッドボールになったのなら謝る必要がないということを意味しています。ただ、報復支給という言葉があるように、やられたらやり返すという血気盛んな文化があるのもメジャーリーグの文化です。そんなメジャーリーグにおいて、目の前に傷ついた選手がいれば素直に心配する、自分がデッドボールを当てられても怒りを抑えて冷静に振る舞い、時にはその相手選手と談笑までしてしまう、そんな大谷選手ははっきり言って異質な存在なのです。彼のそんな姿を見て驚きとともに幸せな気分になった選手たちも多いと思うので、メジャーリーグ長年の歴史を変えるきっかけになるかもしれません。では、そんな各地で絶賛の声を受ける大谷選手の礼儀、これは一体どのようにして身についてきたのでしょうか。今度は幼少期からの教育に注目して紐解いていきたいと思います。大谷選手は元社会人野球選手の父と元実業団バドミントン選手だった母の間に生まれ、3人兄弟の末っ子として育ちます。大谷選手のお父さんは大谷選手が所属したリトルリーグの監督でもありました。グラウンドでは息子をきっちり他の選手と同列に扱い、家に野球は持ち込まない、普段は監督と選手の関係性ではなく父と息子として過ごしたと言われています。そんな大谷家の子育て方針は大きく2つ、本人の意思を尊重し見守ること、家族の時間を大切にすること。小学生の頃の習い事を決めたのも、メジャー挑戦を決めたのも大谷選手本人だったそうです。その他には、家族での時間を大切にして楽しく食卓を囲む時間を心がけていたそうです。また、子供の前で夫婦喧嘩をしないというルールを作り、家で子供たちが安らげるような配慮もしていたそうです。お父さんの徹さんは大谷家の教育について次のように語っています。これといったしつけみたいなものはなかったですね。ごくごく普通、自分たち親がおはようございます、おやすみなさいを言う、あるいは自分が食べたものは自分で片付ける、そんなごく当たり前の普通のことを親が率先してやれば、その姿を子供たちは見て自然とやるようになるのかなとは思っていました。思い当たるのはそれぐらいですかね。お父さんの徹さんは、そうした親が率先垂範するということを当然のことのようにお話しされているのですが、親が当たり前のことを当たり前にやる、そしてその背中を見せるというのはなかなかできることではありません。そうした姿勢はおそらく
指導者としてリトルリーグの監督を務めていた当時も、当たり前のことを当たり前にやる、指導者として自分の背中を見せるということを率先垂範してやられていたんじゃないかなと思います。またお母さんの佳代子さんは大谷選手の幼少期について次のように語ります。兄弟3人に共通して言えることですが、反抗期という反抗期はなかった。わけもなく反抗したり態度が悪かったということも特になかった。それは翔平だけではなく子供たち3人ともにそうで、基本的にお家にいるときはみんなリビングで過ごしていて、それぞれが自分の部屋にこもることもなかった。家族みんなが特別仲がいいというわけではなかったそうですが、なんとなくみんなが同じ場所に集まって一緒にテレビを見る、そんな家庭だったそうです。そんな風に穏やかで自分の意思を尊重してもらえる家庭だったからこそ、自分の意思を持ち、自分の意思と努力で人生を切り開いていくという子供に育ったのかもしれません。次に高校時代に佐々木監督から受けた教育について語っていきます。そしてそんな伸び伸びと育った大谷選手は、花巻東高校に入学後、世間から注目されるようになりました。東北随一の名門と言っても過言ではない花巻東高校を率いる佐々木監督の育成方針にも、今の大谷選手の礼儀が生まれた頻度が隠されていました。佐々木監督には運気を上げるため、良い結果を実現するために気をつけていることが4つあると言います。1つ目は言葉。いかなる場面でも愚痴や毒を吐かないというのが運気を下げない大切なポイントだそうです。後ろ向きになるからこそ出てしまう愚痴や毒を吐かず、常に前向きに努力する大切さを説いています。大谷選手のインタビューを聞いていると、どんなにミスがあった試合でも愚痴や毒は吐かないのが印象的で、その受け答えに使われている言葉はとても丁寧です。一つ一つしっかりと言葉を選び、相手に伝えようとする姿勢に好印象を抱きます。結果が良かった時も悪かった時も、今日よりも明日、より良い結果を出せるようにと前向きな受け答えをする大谷選手の思考には、佐々木監督の教えが染み付いているんですね。二つ目は、一緒にいる人。一緒にいる仲間への敬意を払う。仲間に尊敬される人間になるという意味が込められています。また人間は流されやすい生き物で、努力を怠る人たちの中で一人だけ頑張ることは難しいものです。逆に例えばチームで優勝しようと高い目標を掲げて一緒に切磋琢磨できる人たちと過ごすことで、お互いを高められたり、穏やかな人と過ごせば自らの心も落ち着かせることができるようになります。またメジャーに移籍後の大谷選手は、通訳である一平さんがいることでエンゼルスのチームメイトとも良好な関係を築くことができており、大谷選手はチームメイトと楽しそうに談笑している姿がよく見られます。何かと話題な大谷選手ですが、チームメイトや周囲の人たちの関係性が良好なことも、良い成績、良いメンタルにつながっているのかもしれません。3つ目は、表情、態度、姿勢、身だしなみ。良い結果を引き寄せるためには表情や態度が重要だそうです。弱気な心は、それが態度や表情に現れ、逆に強気の気持ちは表情や態度にも現れるそうです。佐々木監督には、自身のチームが勝っている時でも恐怖を感じる高校があると言います。それが負けている時、ピンチの時ほど笑顔のチームだそうです。勝っている時に笑顔が出るのは当たり前ですが、負けている時でも笑顔で本気で逆転を信じて強い表情と態度で向かってくるチームは怖いですよね。言われてみれば、確かに強豪と呼ばれるチームほど相手に負けていたとしても、笑顔で声を出しながらプレーしている印象があります。逆境を跳ね返すには、その原動力となるだけの前向きなエネルギーが必要です。花巻東高校では、良い結果を引き寄せるためにも表情や態度のコントロールをチームとして心がけているそうです。大谷選手は試合に負けていたり、どんなに苦しい場面、ピンチの場面でも余裕のある強気の表情を見せています。高校時代から継続していて、大谷選手にとっては当たり前のことになっているからこそ、どんな逆境に追い込まれても大谷選手は良い結果を引き寄せるために強気で振る舞い続けられるのです。4つ目は、感謝と謙虚さ。佐々木監督はこれが一番大切だとおっしゃっていますが、花巻東高校は宿泊したホテルから帰るときにすごく綺麗に掃除をするのだそうです。そのあまりの綺麗さに喜んだホテルの人たちがわざわざ球場まで応援に来てくれるほどだと言います。大谷選手の先輩、菊
菊池雄星投手もグラウンドのゴミは神様が見ていると思って必ず拾うと述べています。謙虚にしていると味方も増え、感謝の気持ちを伝えるとさらに応援してくれるようになる。この気持ちを忘れないことが一番大切なんだそうです。ご存知の通り、大谷選手のプレー中であってもゴミを拾う、審判さんに敬意を持って接するという行動はたびたびニュースになっています。そうした行動は高校時代からの習慣だったんですね。ではそんな花巻東高校時代、大谷選手は佐々木監督の下でどのようなことを考えて過ごしていたのでしょうか。1年生の時に書かれたマンダラチャートという目標設定シートを見ていきたいと思います。ちなみにこのチャートには達成したい目標とそれを達成するには何が必要かを書き込むもので、その中には今の大谷選手の礼儀、人間性に直結することがたくさん書かれていました。当時の一番の目標は真ん中に書かれた8球団からドラフト1位指名をされるということ。そのために必要な要素として運というワードが書かれていました。運をさらに細かく要素分解していくと、運をつかむために必要なのは挨拶、道具を大切にする、ゴミ拾い、審判さんへの態度、応援される人間になる、プラス思考など、まさに今まで話してきた素晴らしい行動の一つ一つがそのまま記されていました。海を渡ってアメリカでも称賛されている大谷選手の礼儀は、どんなに自分が注目されて結果を出してお金を稼いでもこの時から全く変わっていないのです。高校生だった当時に佐々木監督から教わったことが大谷選手の今を作っており、当時からプロの世界で活躍すること、それはすでに大谷選手の中では大前提としてあって、その上で応援される選手になる、野球選手である以前に人として信頼される存在になるということが生き方の根本として定められていたんだと思います。さて、いかがだったでしょうか。ここまで大谷選手の礼儀に注目して話をしてきましたが、それは一朝一夕で身についたものではなく、小さい頃からの積み重ねであったことがお分かりいただけたかと思います。スーパースターとなった今でも嫌味なく謙虚に感謝の気持ちを持ってメジャーリーグという大舞台で堂々と振る舞う大谷選手。シーズン終了後に発表された選手間投票で選ぶプレイヤーズチョイスアワードでは日本人初となる両リーグ MVP、 さらにはア・リーグ最優秀野手にも選ばれ、来シーズンの成績にさらなる期待がかかります。野球の成績はもちろんですが、その愛され力、素晴らしい人間性は今後も野球ファンの心を掴んで離さないことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を最後まで見てくれた方はぜひ高評価、コメントをお願いします。あなたが思う大谷選手の魅力は何ですか。このチャンネルでは大谷選手ってこんなにすごい影響を与えているんだ、大谷選手に憧れる多くの子供たちに届いてほしい、そんな気持ちでこの動画を作っているので、あなたのコメントでこの動画のコメント欄を盛り上げていただけると幸いです。このチャンネルでは今後も大谷選手のことや野球のことについて取り上げていくので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。